はい、皆さんこんにちは。4月18日のしゃべりすぎゲーマへようこそ。私くらべでございます。はい、野口です。今井です。で、で、はい、新キャラの千葉です。はい、ね、もうダニエルさんいくら待っても帰ってこないから新しい人が来ましたね。人をちょっと雇うことにしました。もうダニエルさん帰ってこなくていいです。あの最後にね、あのちょっと千葉さんというね新しいキャラを紹介する前に、はい、ダニエルさんの最後の消息を、最後の消息ダニエル情報ですか。そう、ダニエル情報。この番組マニアックな一人、あのジョン・スミスさんという方がね、はい、ダニエルさんがアメリカの特殊部隊に所属していて、今はとある暗殺計画で、まあ、とあるあの国に招集されているらしいという情報です。これあの全部あのヒットマンのプロモーションの仕込みですか。ヒットマンですか。ヒットマンのプロモーションです。ダニエルさん今撮ってたから。悪めでたから。帰ってきてとしても坊主で坊主頭で帰ってくるという。なるほど、それは楽しみですね。あとはヒットマンすごいハマってたもんね。そうですね、実際に好きでしたね。そうか、そうか、そういうことだったのかと。あとね、もう一つは則明雅史さんという人がね、多分僕ぐらいにしかわからない面白いことを書いてくれたんですが、ダニエルさんが、横須賀で発見されたと。でそこでね、黒い服を探していると。黒い服、わかります。なんとなく雰囲気でわかる。これはね、レンムだ。多分ね、でも則明さん、ダニエルムあのこれ 今頃ね、多分もうね、僕は黒い服あのじゃなくてね、繊維を探してるんじゃないかなと思いますよ。次のシーケース。気がついたら香港行ってんの。いや、香港はまだまだじゃないですか。まだ当分は横須賀あたりにちょっとね、いろいろとあのアメリカのギャングと戦ったりしてるんじゃないかなと推測されます。されます。はい、ということで、はい、ダニエルさんさようなら。千葉さんさようなら。よろしくお願いします。よろしくお願いします。千葉さん、どういうキャラなのかちょっとぜひ。キャラ。新キャラでしょう。簡単な自己紹介。自己紹介お願いします。新しく IGN ジャパンに加わりまして、はい、千葉と申します。ゲームが大好きです、はい、アクションゲームが特に好きですね。アクションゲームなんですね、はい。まあ、後でそれはじっくり聞くってことで。そうですね、そうね、最初に聞く、はい、最初に聞こうか。それね、千葉さんどういうゲームが好きなのかということで、ね、はい、気になる、まあ、皆さんにご紹介も兼ねて、はい、我々から何種類、うん、いっぱいあるね。そうね、まずはね、もういきなり質問していきなり答えてもらうという形式でいって、後でね、特にこのゲームの良さについて語りたいというものがあれば、それはちょっとゆっくりと話してもらうんですけど、まずはタイトルだけ。マシンガンクエスチョン、マシンガンクエスチョンという感じで、はい、アクションゲーム1番ベスト、ポータル、ポータル、ポータル、パズル、ポータル、RPG、 グランディア、おお、アドベンチャーゲーム、ファタモルガーナの館、そこシェンムじゃない。シューティング。シューティング。え？チームフォートレス2。ああ、よかったですね、あれ。スポーツ。これスポーツレースですよね。スポーツレース。スポーツザ・クルー。ザ・クルー。あー、格闘ゲームの。格闘ゲームはスーパーストリートファイター 2X。ああ、分かってます、ね。クラベさんと相性、はい。音楽ゲーム。音楽ゲームはテクニックティクス。わかんないや。知ってる？何？あのこのゲームです。パズル、クイズ。パズルはインフィニファクトリーですね。なんか知らないタイトル多いな。はい、ね、シミュレーション、ストラテジー、うん、アトラスリアクター。なんだっけ？知らないけど。最近の対戦ゲームです。はい、最後スマホゲーム。スマホゲーム、スライドプリンセス。わかんないや。これ昨年のパズルゲーム。パズルゲーム。今半分ぐらいしかわかんない。ってことで。ってことで一応あのゲームはざっとこんな感じで聞きましたけど、はい、その中でも千葉さんが特にこれはちょっと語りたいなというゲームがあれば。グランディアですかね。グランディア、グランディアとかクラブでも好きなんじゃないの。僕グランディアって2はねやったんだけど、ワンはやってない。あ、やってない。2の方が好きなんでしょ。いやいや、初代です。初代です。初代2の方が一般的には評価高くなかった。まあ、たまたまね、僕はドリームキャストボーイなんで、ドリームキャストで出たゲームってことで持ってたんだけど、なるほど。後であのサタン用に1は買ったけど、まあ、そのまま積みゲーで。あら、惜しい。初代なんで、なんでぜひとも。なんでえジュブナイル、ジュブナイル少年が成長する物語ですよ。世界観のストーリー。最近スチームになったのは1、あれ2じゃないですかね。2だよね、はい、1はやってます。2もやりました。2もやってます。2エクストリーム、1の方がいいですね。全然いい、はい、うーん、冒険家に憧れる少年ジャスティンっていう子がいるんですが、その子がまあ冒険家になるために旅に出て、世界の果てっていうのは世界にあるんですけど、その世界には、う
すんごい大きな壁があるんですよ、そこを越えたら未知の大陸が待っているって言って冒険を始める。なんか面白そう。設定的にすごい冒険してるんですね。はいはいはい、あ、そうすると割とすぐに超える感じ。それとも、まあ、それはネタバレ。そうですね。まあ、まあ、そこ、いや、そこから先も結構あります。あります。ああ、いいですね。じゃあ他のジャンルに行こうよ。でも、まあ、当時サターンでやったんですか。そうですね、サターンで発売日に。いや、じゃあちょっとそのうちにやろう。はいはい、了解です。あとは、あとは逆に俺らから知らないタイトル、知らないタイトルで気になったやつ、気になったもので、その知らないものだからもうタイトル忘れちゃう。でも分かんない、あれだね、うん、あれもう完全に忘れてたんだけど、パズルと音楽がみんな知らない。音楽、音楽はテクニックティックス。音楽だけは分かんなかった。テクニックティックス。今井さん音楽割とゲームも詳しいはずなんだ。いや、音楽ゲームそんな詳しくないってか、音楽ゲーム詳しいってどういうことかあんまりよく分かんない。そんなにいっぱいいないから。テクニックティックスって、テクニックティックス、ナムコの音ゲーなんですけど。PS2 世代ですね。PS 世代か。アーケードも多分出てるんじゃない。どういうゲーム、ナムコ楽曲使って。音ゲーって基本的にはまあこう譜面が多い、あれをこうなんですか、 2D のフィールド上で音符が降りてくるわけじゃないですか。音符が波紋みたいに広がってタイミングよくキャラを動かしてそこを踏ませるっていう。へ、じゃあキャラがいる、キャラがいます。そうなんですね。アリカさんの、アリカなの、はい、アリカさんですね。じゃあどっちかっていうとその、音ゲーとしてのギミックスが面白いというよりは、もしかしたらそのキャラが良かったりとか設定が面白いキャラ、まあ、アクションが楽しい、アクションが楽しい、なんか、だからちょっとだからそのジャンル融合型ってことで。そうですね。いつぐらいのゲームですかそれは。 PS2 世代だから、90年代後半、うん、PS2 は2000年代入ってるか、入ってる か, てるか、そうですね、2000年からだ。ええ、もう一回ごめんタイトル忘れて、テクニックティクス、テクニックビート、テクニックティクス、ナムコの楽曲も足す。いいですね。なんかタクティクスとなんか合わせたよ。タクティクス、テクニックティクス。そうそうそう。俺もそう思って、ね、テクノっぽい。テクノ。クノうーん、なるほど。え、アドベンチャーはなんて言いましたっけ？ファタモルガーナの館。なんかそれは聞いたことあるな。最近ビータで、最近のもともと同人系。ノベルゲームです。それはノベルか。それは同人時代からやってるんですか？そうですね。もういつだっけ発売？もう4年、2012年末だったはずです。まあその後普通に商業媒体で。ビータ版は基本元のゲームと同じですか？それともに加えてまあ追加エピソード、追加エピソードが、はいはいはい、グラとか変わったの？グラフィックはその追加エピソード分は新しいその絵師さんっていうんですか、イラストレーターで、あと音声が入ってますね。あ、音声ボイスか、はい、ボイス、フルボイスにしたの？いや、その現代編だけついてるんだったと思います。確かに、まあ、結構長大な、かなり長い。どういうジャンルのノベルですかね？ SF とかホラーとか。ホラー、ホラー、あれ難しいよな。難しいですね。ホラーっぽい雰囲気はまとりあえず、まあ、僕もやったよ。僕はおすすめされてやったんだけど、うん、あ、そうなんだ。まあ個人的にはそんなに合わなかったけど面白かったんっていうか、すごい品質はすごいです。同人ゲームとは思えないほどリッチなことは間違いない。長いですか？長い。ノベルゲーなんですね。全部そう、ね、ジャンルは本当に説明してない。でもノベルゲーだけど、まあいわゆる雰囲気はホラーにしてるけど、はい、まあ、本質的にはホラーじゃないかな。そうですね。なんか気になってきました。でも最初はホラー的だから、うん、ホラー的な方が入りやすいからいいと思う、うん、そうですね。ホラーって言っちゃっておけばいい感じなのかな。俺だって最初の方が楽しかった。全部やったの？全部やったよ。後半からなんか個人的にはちょっとあまり響かなかった。まあ、まあ、いや各キャラクターは面白いんだけど、ストーリーの展開は なんか結構群像劇見たくて、いろんなキャラクター、いろんなエピソードがあって、まあ、それぞれに多分ファンがいて面白い話なんだけど、あ、まあなんかちょっと僕はなんかそのちょっと冷めちゃう部分があって。なるほどね。でずっとこう長く続きすぎちゃって冷めた。そうだね、まあまあ、基本的に長いんで。すごく、でもね、そんなもんなんだろうね、そのノベルゲーはものによるけどね、うん、まあ、ノベルゲーでももっと単線的っていうか、エピソードが一つのまとまりで流れてくるやつもあるけど、結構群像劇、はいはい、じゃああれだ、ドラクエ7みたいな感じ。ドラクエざっくりしすぎじゃない？4ではない、4ではない。でも7もさ、めちゃくちゃ長くて、そんでそのいろんなさ、その石板集めていろんな島に行くじゃん、はいはいはい、あれもだから、うん、小説でいう短編集みたいなもので、まあ、そんな一つのまとまったストーリーがないから、一人一人の一つ一つの設定に対してあんまりその深く感情移入ができなくて、まあ、一応まとまったストーリーはあるんだよ。あ、あるんだ、うん、まとまったストーリーっていうか一本の軸はあるんだけど、はいはいはい、その軸に絡むやつが複数いるのね。
結構複雑な感じなんだよ、ね、うん、複雑、あのなんか分かんなくなる時代行き来したりしてかなりあれどうなったみたいになる部分は、そこがでも全部見えるとすごい面白いんだよね。まあだからミステリー要素もやっぱあるんだよね、ノベルで。はいはいはい、当然。じゃあで、はい、一番アクションゲームが好きっていうお話でしたから、ね、アクションなら、まあ、ポータルをあげました。ポータル、今井さんパズルで入れたよね。今井さんパズルで入れて、まあどっちでもいいんじゃないのあれは、うん、どっちでもありますよね。難しいですね。ポータルを選んだわけ。なんかポータルをさ パズルでやるかアクションでやるかっていうのはちょっとなんかいやいや、それ自体がパズル問題、まあ、パズルなんかポータルの面白いところは確かにアクション要素もあって、たまにゴリ押しでいけんじゃん。はいはいはい、適当にピョン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 いけたみたいな、まあ、あれも面白いけど、なんかそれでやるとなんか自分ちゃんとした解放でやった気もしないけど、そうゲームの本質をなんか、なんかこれは本当はちゃんとしちゃったな、きれいなやり方でやんなきゃいけないのかなと思うことは、うん、分かる分かる、はいはいはい、そのいろんなアクションゲームやってる中でなぜポータルを選んできたんですか。ポータルやっぱ当時すごい新鮮で、やっぱインパクトがすごい残っている、うん、まあ、さっき挙げたグランディアとかもそうなんですけど、新鮮だったので、まあ、鮮烈に今も印象に残っているっていうのはもう10年くらい、多分確か今年10年とか、もう10年ですよね。ですけど、まあ、2でも結構前な感じがするね。2でも、まあ、そうですね、結構前ですね。でそのもともとハーフライフとかも好きだったりしたんですか。いや、その時そのザ・オレンジボックスっていうパッケージをまとめていただいて、その時に初めてハーフライフを、先にポータルやったってこと。そうですね、ポータル先だった、まあ、ポータルとチームフォートレスね、まあ、ハーフライフの方が好きって人もやっぱいっぱいいて、それはなんか物語描写とかが好き、まあ、ポータルも物語面白いんだけどね、はいはい、面白いですよね、グラドスの、ま、全くその違う世界観のストーリーだから、そこは結構どっちが好きなのか、あの世界って、うん、あの繋がってなんか、ね、あるみたいですね。だって会社の名前とか一緒、はいはいはい、あ、なるほど、繋がりあるんだ、うん、それは知らなかった。あと廃墟が好きなんで、若干そういう雰囲気がある。ああ、でも廃工場、廃工場、廃工場。まあまあ廃墟は好きだけど、まあポータルは廃工場。なまあなるほど、ね、打ち捨てられた工場。廃墟のゲームと言ったら、なんかおすすめできるものあるか。トリコでしょ。トリコ。トリコか。廃墟。廃墟っていうのはね、廃墟、まあ廃墟の遺跡。まあ遺跡だけど、まあ、まあ、廃墟じゃない。遺跡は。イコとかも廃墟っぽい。イコも廃墟っぽい。廃墟っぽいね。あの上田さんはもちろんああいう世界観好きなんでしょ。その辺やったんですか。はい、でもトリコがまだですね。トリコが、はい、なるほど、トリコちゃん、はい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 、でアドベンチャーゲームにシェンム選ばなかったわけと。それはいいよ。シェンム選べるんだったら何番に入るの。やった。いや、プレイしてないです、ね、脅しみ、プレイしてない、まだに IGN ジャパンにシェンムをプレイしたことのある人が。いやだから PC 版が出れば何でも言うけど、早速出せと。そうですね、そうだよ、シェンムプレイしたことないっていうか、ドリームキャスト持ってないっていうのは本当だからね。そうね、うん、今家にはあるんですけど、うん、ドリームキャストあります。ちょっとじゃあクラベのシェンムを貸すべきなんじゃない。そう、いや僕、まあ、それは別の話で、はい、うん、はい、そんなところですか、この、ね、あの千葉さんのゲーム、はい、大体ね、はい、どういう新キャラなのか分かったと思いますので、はいはい、いつものように、ね、今週プレイしているゲームを、はい、ちょっと皆さんに話していただければと思います、はい、ということで今井さんからいきましょうか、はい、あれこれ俺書いたやつか。あれ俺コピーするの早かったでしょ。ああ、早かったです。まあいいや、思い出せるけど。はい、ね、今週プレイしたのは、てかあんまりね、ね、土日ね、旅行行っててね、あんまりゲームしないんで、ね、はい、ただね、3DS を持ってたから、はい、まあ、旅行中あんまりやなかったけど、あれをね、ファイアーエンブレムの概念を予習のためにやってた。エコバスの予習のために。なるほど。でもまだ最初の方で、あさってです。なんか、すごいね、あの時代のゲーム、なんかすごい殺伐としてて、なんかキャラクター出てきても一言ぐらいしか喋んないから。そうだよね、そうなんだ、お前らは反乱軍だ、殺してやる、終わりなんて実際に殺しに来る。シンプルでいいですね。すごいシンプル、深くは語らないですね。深く語らない。主人公も最初で、俺は反乱軍に加わるぞって言って加わって、もうその後何も喋らない。そうなんですね。そこはさ、リメイクというか、まあ、エコーで、はいはい、どの程度ストーリー、いや、まあ多分ストーリーはあれを下敷きにしてからもっとリッチになる、リッチになるとか、まあいろいろ絶対そうだよね。あのゲーム見たら、もう当時のなんかすごいな、みんな想像力でやってたんだな。そうだよね、想像力。幼馴染という設定は同じ。それはあの、あれはなんか神話的な神話の設定だから、まあ一緒、世界観だから一緒、一緒、もともとあれはあの原作にあったんだけど、多分そのスタートの部分とかも全部一緒だと思うけど、うん、なんか多分もうちょっとキャラクターごとの掛け合いとかは増えるんではないかな。まあそれはそうだろうね。まあ、あとはなんかすごいシンプルだし、殺伐としながら敵を殺していくんだけど、意外とあの時のファイアーエンブレムの敵は
優しいっていうか自分の命を 大切にするなっていうのが印象的だね。あ、だから1ポイント減ると、あの戻ってくんだよ。あ、そうなんですね。大逆すんだよ。あのそれぐらいから、あとスーファミぐらいから、あとの AI って基本的にみんなね、あの死ぬ覚悟で来るんだよ。本当に。だから辛いわ。それすごい。逆に辛くなるよね。うん、逆に辛くなる。だからあの痛めつけといて、あの追いやってから一個ずつ撃破。じゃあ結構ノーロスで来るは難しそうだね。まあそんなことはないと思う。ない、うん。あれ、あのその 3DS の保存機能を使ってる？使ってるけど、その俺はあの一回の戦闘ごとにやるとか絶対なし。なしだ。毎回マップごと。ずれなし。いや、それだとやっぱダメだよ。ダメですね。でこの前初めてあのパーティーの一員が死んで、このまま続けるかどうかって悩んだけど、さすがにやめた。ヒーラーが死んだからね。ああ、きついですね。それきついね。かなりきつい。あのヒーラーあんま使えないんだけど。使うの難しいんだけど。じゃあそのまま続けてもよかった、ね。いやでもなんか心残りじゃん。女の子だけどさ、彼女がもう今後出てこないと考えるとね、まあそういう良さだよ。ファイアーエンブレムが一番、ね、一番盛り上がるのは、ね、死んじゃったどうしようかみたいなと、確かにそこで保存機能を使うとそこは台無しだよ、ね。台無しだよ、うん。あとなんか間違ったとこにそのユニット行って、あこの次のターンで絶対こいつ殺されるって思って、ね、次のターンになったらたまたまなんかね敵がねあれっていう行動をして生き残る時とかすごい盛り上がる。嬉しいよね。あれどうなってんの、あの恋愛要素とかは。まあなかったよ、そのないか、もちろんなかった、まあ、あ, れあれいつからだっけ、ね、あれは覚醒じゃない、覚醒じゃない、いやもっと前、あもっと前か、あの覚醒で復活したんだよ。あ復活なんですね。本当は聖戦の系譜っていうスーパーファミコンにあって、あっ ただスーパーファミコンの聖戦の系譜だけであったけどね。あそうなんですね。あれは結構特殊なシステム、あなたしばらくなかったんだ。なかった。あそうか、まあまあなしばらく、あれゲームアドバンスの頃あったよね。ゲームアドバンスの時にはなかった、あったよね。まあ、なんでまあ後からその面白いフューチャーだなっていう風に取り入れられた、うん、特殊なフューチャーだった。あそうだったんだ。で あともう一つ、ね、そうそうそう、まあ、これはインディーゲームですけど、ミスターシフティ、ミスターシフティっていうね、はいはいはい、ミスターシフティ、あのスイッチで出るという話なんだけど、うん、もう PC 版が出てて、これはあの、まあ、インディーだから知らない人も多いと思うんですけど、まあアクションゲームなんだけど、日本語に訳すんならば、あのなんだろう、ミスター瞬間移動。ああ、瞬間移動。なんかね、自分の5人分後ぐらい、こっから野口くんところぐらいに、ね、瞬間移動できるの。すごいパッパッパッって、ね。ちょっとだけじゃん、それ。ちょっとなんだけど、これすごい重要で、だから球がピューッと引いてたらパッて移動して、ここにいたぞ、俺はみたいな。ああ、多分残像だっつって。残像だっつって。まずこれ、3D、2D、どっち？ 2D。見下ろし型の見下ろし型でトップダウンアクション。で、すごい、あの、スムーズに動けて、しかもね異常にね腕っぷし強いから、だいたいそいつなぜかね銃持たないんだよね。全パンチ、全パンチ、全パンチ、ワンパンツーパンチ、瞬間移動したら近づいて、そう、あー楽しそう。で面白いのは、ね、すごい面白いのは、こことここに敵にいたのにここら辺に行くじゃん、そしたらバーンって撃つじゃん、そしてシュッて避けると、あー弾が、なるほど面白い。そういうなんか殺し合いになっちゃう、環境を使ったキルが面白そう、すごい面白い、それ面白そうだね、面白そう。いつで、元々はいつ出たのこれ。1週間以内ぐらい、あー13でスイッチにもやってくる、うん、そうそう、日本でもそれが分かんないあれね、このゲームね、あの僕的にはそのインディーの中ですごい小粒なタイトルなんだけど、うん、あの昔 E3 でロサンゼルスで見てすごいいいゲームだなと思ったんだけど、あれをセレクトしたあの任天堂偉いと思う、はい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 、ただね日本語で出るかどうかは怪しくて、うん、まあでもね、あのそんな言語はあのほとんどないね、ないあの一応ダイアログでなんかそのエージェントみたいなところで侵入していろんなものを盗んでくるみたいな設定、はいはいはい、壁も抜けれるからさ、あ壁も、すごい、いや面白いよ、しかもね、なんかかなり爽快にできてる、はいはいはい、難しいけど敵もすっ飛んで、じゃあね US アカウントを作ってでもダウンロードしたいよ ね、そういくらぐらいなのかね、多分やあれ1000円ぐらいだっけ、1500円ぐらい、まあなんかいずれこれはプレビューをうちで出すんで、はい、楽しみです、楽しみです、はい、そんだけです。じゃあ千葉さん、はい、僕はディスオーナード2とスワット4を、スワット4をました。ディスオーナード2は誰で始めたか問題だよ。あそうですね、最初コルボ、コルボ、あコルボ、前作をやってる、え前作やってたら前作でエミリーを助けたから、もうエミリーちゃんはちょっとあもういいよって、いや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 守りたい、コルボで守りたい、エミリー助けたからエミリー強くなった、エミリー強い使いたいじゃん。エミリーをそれで悪度見しようとしたくない、もう前編通してそうです、そうですよ、最初狙います、まあ、要するに2周できるってこと、そうだよね、うん、えもうやってどんぐらいですか、最近始めた、いやまだ最近始めたばかり、あそうなんですね、3番目のミッションぐらいです、なるほど。じゃあどうなの前作と比べて、
あ、まあ、まあ、やっぱリッチになってますね。まあ、そうですよね。はい、見た目は。でやんなくても分かるから。プレイ感はまあ本当一緒で、ほぼ、うん、まあ正当なって感じ。まあ、特にコルボだとさ、そうそうそう、コルボ好きで一緒だから。エミリーでやったらまた違う。エミリーはだいぶ違います。うん、全然両方でやった。僕はエミリーだけです。エミリー練習終えました。エミリーで。うん。エミリーの技の方がなんかかっけえじゃん。12秒後、まあ、そうですね、そうですね、12秒エミリーはそういう道に行っちゃったんですアウトサイダーに話してエミリーは12秒になっちゃったみたいな目覚めちゃった。え、これやるならば、うん、ワンからやらんなあかん。僕はワンからの方がいいと思うけど、ストーリー世界観の導入としてはそうなんじゃない。そうですね、ガッツリワンのキャラも出てきちゃう、うん、ソコロフとか結構もう完全に繋がってる。そうなんですよ、完全に繋がってる、うん、てかすごい狭い、狭いですね、感覚が、うん、なるほどね。 DLC も含めてそうです、やってほしいですね。まあ1はスイッチでやって、スイッチで出してなんかスイッチも出るかスイッチで出しちゃうか。その家で大画面を見るのがね、もうやっぱ便利だよね。あ、もうずっと携帯で遊んでる、ね、携帯で遊んでる。なるほど。いやでも多分スイッチでやるのむずいと思う。1もまあ1も2もまあいやむずいってのは操作的には。操作的に、あ、なるほど、ね、結構操作ややこしい方だと思うからね。はいはいはい、まあまあ確かに、うんうんうん、まあでもボタン数で言うと別に、まあ足りてますね。足りてるって足りてます、足りてます。あれスキルってさ、あのパッドやってる？パッドやってます。なんで動かせたっけ？あのホイールみたいなのが出て、そこから選んでって、うん、あとはまあ十字ボタンにやった、はいはいはい、ショートカット。キーボードだったら昔ながらの1,2,3,4,5,6 だった気がするんだけど、キーボードどうだったかな、だった気がするんだけど、前作もパッドでやってしまったので。なんかキーボードでやってるとこんななんか PC ゲーをあのなんかコンソールでできるなと思って、そんな普通のコンソールですらちょっとよくできるなという感じがするぐらい複雑なんだ、ね、複雑っていうか、うん、まあ、まあよくある古典的な PC ゲーのなんかマッピングだから理由が多くて、なるほどね、確かにそれは難しいかもね。まあでもまあそっか、バイオショックとかも似たようなもんかも。そうですね、はい、バイオショックあたりから、そうそうそう、していただければ、うんうんうん、はい、スワットは、スワット4はもうしばらくぶりに出たゲームですね、はい、先週もお話ししましたけども、そう、え、前さんの、まあ、マルチでやったでしょ、ね、俺はやった、はいはいはい、今回はマジになる敵を倒しちゃいけない、いけないゲーム、敵というかテロリストを倒しちゃいけない、やりたくなってきた、どんなん聞いてきた。スワット4じゃあみんなでやりましょう、みんなでやりたいですね、4人で、みんなで何年も前のゲームだけ名作ですね名作です、名作です、やるまでのハードルがね高いですか、そこそこ高い。あ、そうなんですか。なんでなんで、はい、GOG でまず買って。あ、でも GOG はそんなに、まあそこはいいんだけど、はいはい、マルチプレイするためにちょっとクライアントが強いになったり。なるほど、もうさ、サービス終了っていうかないわけ。あ、そっかそっか、そういうのなんか別に Xbox ライブとか PS ネットワークとかない、はいはい、だからそれ用のクライアント入れて、しかもローカライズとかやると結構めんどくさい。ああ、なるほど。え、一緒にやってんですか。いやだから今回は一緒にやってないよ、ま、前は一緒にやってない。スワット4はそうね、まあ俺は殺しちゃうけどねダメですね、減点されちゃいますからね俺が銃を構えてないのに。何でも殺すから撃ったりしたらダメさ、翻訳はさ、あれローカライズはさ公式じゃないかもしれないけど警部補とか出んじゃん。あ、出ますね、警部補。特典によって警部補だったり、あれは厄介者とかって面白いそうあれ英語版もそんな感じなの。どうなんだ、あのセンスってさ、なんか今のさゲームにはなく、なんかアーケード寄りなセンスあ、ね、昔のゲームだとなんか特典でお前たち あるね、あり、はい、ますね、はいはいはい、そういう感じでさ、スコアが低いとストーリー進まないんですよね、次の道行けないです、そうなんだ、はい、なるほど、はい、そんなとこですか、はい、野口さん、僕は引き続きブレスオブザワイルドをやってますまあ全然ほぼ多分もうクリア直前だと思うんですけど、あることができなくて、それで困ってるんで、あることができなくて、まあ言ってしまうと、うん、言ってしまうね、はい、まあ多分これぐらいですね、ネタバレになるみたいな、うん、まあそんなかかん、見たくない人は5秒ぐらい飛ばして何何何マスターソードがまだ抜けないっていう。そう、でもだいぶ前半で抜いてる人多くないですかね。それがね、僕やりました。僕やってる。これね、これ言っちゃおうか。どういうことなのか。はい、これね、そのある場所にあるのね、マスターソード、はい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 。そこにたどり着くかどうかはまあ大体割と前半でたどり着くのかなっていう感じがするんだけど、うんうんうん、それを抜けるかどうかっていうのはハート数で決まるの。あ、そう。HP。そうそうそう。で結構ね、その
HP を増やすのか、いわゆる、まあ、頑張るゲージなんだけど、スタミナを増やすのか、はいはいはい、前半でスタミナを超スタミナ全振りしたんでハート全然足りないよってなってきて、そのツケがこっち今来てるよ。でもどちらかというとさ、抜くためにはさ頑張りゲージの方が必要だ。そうですよね、本来はね。確かにね、力じゃないって抜きながら勇気とかハートとか最後もそのまま抜き続けると死ぬの主人公が。そうです、俺3回ぐらい死んだんですよ。アドリブしちゃうと、これいけるんじゃないかなと思った、ハート足りるんじゃないかなと。前回はここまで来たから、今ハート2つ増やしたし行くだろうなと思って、そこでだったら死んじゃう。だから呪われた剣だ。呪われた剣で何個あればいけるかまだ知らないわけです。僕は10個かなと思ったんですよ。今それでもまだ今10個ちょうど、でも足りなくてあれと思って、じゃあこれは多分、じゃあ結構これはうまく仕込まれてて何個でいけるのかなってすごいプレイヤーに思わせるようにできてて、こう実際こう少しずつ抜いていくから、うんうん、だいたい分かる、だいたい分かる、そうそうそう、分かるけど取れてくる、はっきりは分からない、はっきり分かんない。これで最後だろうと思ってもう一回引いたらまだだみたいな、そうそうそう、いやいや俺死ぬみたいな。そこがすごい面白いですよ。隠しパラメーターじゃなくて、そういうなんかあからさまに分かりやすいパラメーターっていうのも結構面白い、うん、面白いですね。そう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 、だからね、あの別にマスターソードなくても倒しに行けるけど、行けるって言ってますよね。でもさすがにでも欲しいな、マスターソードで行きたいよね。ゼルダらしい。まあでもそこはちょっとなんかレベルデザイン上の一つの壁をわざと作っといて、なんかある程度鍛えたキャラクターだとモテるってこと。はいはいはい、それはそうですね。それはかなり古典的な発想だとしても、そうね、うん、だけど持たなくてもいいということだね、うん、そうですね。でもまあやっぱ強いんでしょ。強い強いけど、そのすごい単純にそのあのまあ、武器に数字が振られてその攻撃力で言うと、はいはい、うん、全然あのそれと同じぐらい、それ上の武器はいくらとかあるんだけど、一つの特徴を言うとでも言わないわけ、ね、あでもなんとなく気づいた、その辺で、気づいた、はい、その辺で、はい、秘密、はい、じゃああとは、あとはまあスカイリームちょっと遊んだって久々に。それでもそのね、うん、今ブレスオブザワイルドやりながらスカイリームをやる、そうそうそう、ブレスオブザワイルドやってなんかすごい興味がある、違うファンタジーのオープンワールドやろうと思って、でスカイリーム久々にやったら、でもやっぱ結構作り方違うし、その NPC とかの、そう、ね、インタラクションも全然違って、そこのなんか生活感とかはやっぱ向こうの方がすごいすごいなんか丁寧に、やっぱその街とか、そうそう、そうだよね、街とかの数とかそこら辺は向こうはすごい力入れてんなっていうのは改めて続きましたね。そうだよね、うんうんうん、だって全然街の数とかも向こうの方が多い。そうですね、街の数は全然向こうの方が多いですね。なるほど、そうそう、スカイリムとかだからクラブさんとはちょっとやってみてほしいなと。いや俺でもウィッチャーをやりたい、うん、あ、ウィッチャー、そう、ウィッチャーもいいですね。ウィッチャーもやってほしい、うん、俺あのスカイリムはさ、そのやってることはすごいんだろうなとは思うけど、うんうん、あの世界観にはまず惹かれないんだよ ね、だからウィッチャーならまだ美しい感じ、うんうん、もう少しカラフルです。はいはいはい、スカイリムって基本雪国でしょ。あ、サプーケです。サプーケだよね、寂しいところありますね。あんまりあの世界に旅したい、冒険に出たいとは思えない、こってこっての妖芸なんで、そうそうそう、その辺が合わないは確かにあります。でもね、あのウィッチャーでもしかしたら、あ、いいなこれって言って、そこから俺はいろいろそういうゲームたしなむことになるのかもしれない。それはどうなる、はいはい、その辺やってます。ウィッチャーとかその辺ちょっと後でもがいいかも。あともあ、そっか、そういう話ですね、ありますね。そうだね、はいはい、じゃあ僕、ま、はい、こんなもんで、そのとこですか、はい、僕はね、今週はゲーム復活しまして、先週はねゲームやらなかったので、そうですね、はい、何やったの、今ね、ワンダーボーイ3ザ・ドラゴンズ・トラップという、うんうんうん、これはですね、日本では、モンスターワールド2ドラゴンの罠というゲームの、フルリメイクなんですね。でそれが日本でも、まあ、一応これは日本のゲームなんですけど、今回はフランスの人たちがリメイクを作ったという、はい、で、これはちょっと複雑な話、このワンダーボーイというフランチャイズは、まあはい、高橋名人にも通じるし、はいはいはい、まあ、すごい複雑なジャンルなんで、フランチャイズなんですけど、それをリメイクしているのが今ヨーロッパでは2カ所ある。2カ所そう、1つが今回発売となったワンダーボーイ3、こっちがフルリメイクの方、こっちがそうリメイクの、はい、でもう一つは精神的続編と言えばいいのかな、うん、そのワンダーボーイの世界観を残しつつ、うん、完全新作を作ってる。でそっちもクリエイターは参加してるよね、確か元の同じ、あ、どっちの、あの原作の、原作の、あ、原、まあ、今回のゲームに関して言えば、どうやらその、まあ、デベロッパーブログみたいなのを見ると、まあ見せたというか、まあ、あ、それぐらいお墨付き取ったみたいな。そうそうそう、なるほど。でも、まあ、本当に彼らが作ってるんだけど、これ本当にだから忠実なリメイクで、
まあゲーム自体はそのゲームプレイに関して言えば、うん、ほぼ 100% 同じゲームと言っていいでしょう。でこれもともと89年のゲームなので相当古いゲームだから生まれてない今でも俺2歳なんだけど今でもそれが面白いかどうかっていうのが最初序盤で、はい、ああこれじゃ大丈夫かなと思ったけど、うん、意外にねこれメトロイドバナヤになってて、それ聞いてちょっとね完全な驚きました。こんな8ビットでこんないいゲームあったなそこまで探索要素多い多い、うん、時になってきたよね。だから高橋名人の冒険島は、はい、その、 あの日本ではモンスターワールドと知られるシリーズの初代が移植でそのまあ高橋名人になって、うん、そこからでも 2,3 は基本多分高橋名人とは全く別のゲーム で、うん、でその3のリメイクなのね。なるほど。3は本当にまあ8ビットの中ではかなり最強クラスのゲームだと思う。俺もあんまりちゃんとちょっと触ったことあったけどちゃんとやったことなかったけど、で面白いのが今回のグラフィックとかあの音楽が一新されてて、はい、それこそヨーロッパ風のコミックを見てるような感じ の、 あのグラフィックになってるんだけど、ワンボタンで当時のグラフィックと切り替えができるのね。ちょっといいですね。それめっちゃ面白くて、すごい綺麗なさ沈没船とかが見えるスイッチステージでパッてクリックすると青だけのステージなの昔は。いかに自分がそのグラフィックに影響されているのか、あのゲームがそれで面白くなっているのかというのをすごい感じて、だからゲームが全く同じでもグラフィック違うだけでこの冒険がより楽しくなっているなというのをすごい実感しましたね、うんうんうん、でこれはまあレビュー書きますんで、はい、今週中に出せると思います。楽しみです、はい、日本版の発売は、いや、出てるんですよそれが。あ、そうなんです。18日本はスイッチと、僕はスイッチでやってるんですけどプレステ4もあるんだよね。出ますね。そうそうそう、今週発売だ。今日発売、あ、今日だ18日、うん、いやこれもろいっすよ、まあ、意外となんか、うん、インディーのものがいくつか、そうですね、やっと出てきた、やっと出てきて、うん、嬉しいです。あれでもこれごめん、もう一つ言いたかったの、これが面白いんだけど、俺どっちかというと前は、うん、その完全新作の方のさ、はいはいはい、あのプレビュー書いたと思うんだけど、はい、そっちの方にもっと期待してるかな。それやっぱり今だからこそできる新しいアクションとか多彩なアクションがあって、はいはいはい、タイトル何でしたっけ。そっちはモンスターボーイっていう、モンスターボーイだ。そうそうそう、あ、そうだ、モンスターボーイ。だからモンスターだからモンスターに変身するんだ。変身、いや、これもそう、これも変身するんだけど、そのモンスターに変身してからできる技の多彩さが全然違う、そうそう、本当にいろんなことがもう一つのやつでできるんだけど、うん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 、こっちは本当に一つの技一つの特徴があるだけ、まあ、多分なんかそっちの流れってあのウェイフォワードのシャンティとか多分その流れで作ってたんだな、うん、あ、そうかもしれないね、似たような雰囲気だもん、うんうんうん、そうね、そう。じゃあ次は、はい、はい、みんな言いましたね、はい、言いました、言いましたよ、うん、今週の、まあ、激論、先週ほどの激論にはならないとは思いますが、はい、テーマを、今週のテーマに関してはちょっと、RPG について語ろうという、はい、どういう感じで語るのかちょっと今井さんに説明してもらえれば。いや、まあ、RPG っていうか、まあ、RPG っていうかまずはね、あのドラクエのね、イレブンじゃなくて、イレブンですよ、イレブンですよ、はい、もうナンバリングが分かんなくなってあれイレブンっていうとそれってなんかあのネトゲじゃねって言ったらそれ FF が FF ですね。いや、俺はウィーレのこと考えちゃう。ウィーレ揃えてほしいわ。テンとイレブンで確か確かネトゲがこうやって、あ、なるほど、うん、確かにずれてずれててイレブンがね、あの発表はあって、まあ発売日が7月いつだっけ、29ですね、29ってことで決まったってことで、まあ今年はね、去年 FF 出て今年はドラクエってことで、うん、そうですね、まあ、いわゆる JRPG というか国内大型 RPG タイトルが出るということで、めでたい。まあそれでね、いろいろあのそのうちでも記事を書いてるんだけど、はい、まあ、RPG とか、まあ、JRPG とか言うけど、うんうん、まあ、何やねんっていう根本的なところ、うんうんうん、で、まあ、あのドラクエに関してもいろんな意見があって、まあ今回いろいろね、大幅に進化したところは、まあ、目に見えてあるんだけど、グラフィックとか、うん、はいはい、あと自由に動けるとか、まあ、PS4 版に関してね、特にね、そうですね、そうですね、はいはいはい、話がややこしくていろいろ進化したのか何なのかよく分からない、違いには言えないっていうハイブリッドになっちゃったから、はいはいはい、まあ、PS4 版は少なくとも進化してて、はい、まあ、あのおそらく、まあ、JRPG らしいゲームとしては、まあ、そうですね、一番新しいものなんですけど、とはいえなんかね、
あの今更屋根の上登れるようになったっていうのもそれってどうなのってところもあるんだけど、そ、ね、まあその辺で、まあ要するにあの RPG ってものに対する価値観のね、うん、違いみたいなところをね、やっぱり、ね、ちょっと話してみたいかなと思ってます、はい、そもそもさ JRPG っていう呼び方っていつから定着したの？それね、ちょっとねちゃんと調べたいと思ったことあるんだけど、うん、まだ調べてなくて、割と新しいよね、うん、僕の感覚で言うとかなり新しいと思う、だよね、特に日本では、特に日本、うん、まあそう、もともと海外の言葉だったからね、あ、そっか、うん、あ、そうですよね、そっか、ね、そっか、思い、そっか、まあ少なくとも JRPG って言葉がなかったとしても、うん、あの海外の人が日本の RPG を知ったきっかけってのははっきりしてて、はい、FF7、 まあもう一番そうだよね、間違いなく FF7 で、まあダニエルもそう言ってたし、はいはい、やっぱり7の影響によってこんなゲームあるんだって思ったのが、うん、なかったわけじゃないけど、それが本当にその一番こう巨大なインパクトをもたらしたのは7、まあ、実際かなり売れたからね、そうだよ、うん、なんでその日本らしい RPG っていう時によくその JRPG をさ海外掲示板とかでバカにする時はなんか頭の毛がとんがったやつって、まあ、大体クラウドクラウド、まあ、大体クラウドがその JRPG のねあの罪を背負ってる、ハイコンですよね、なんかでっけえ武器持ってるとあ持ってます、でまあ、その後のねいわゆるテイルズとか他のシリーズでもそういった衣装はさ、はい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 、持ってるけど、うん、まあ、そもそもクラウドからしてさもうそういうキャラだ、あれが外国の人にとっては原点、原点、原点だと思うのは間違いない。で逆にじゃあなんで JRPG って言って、あのおそらく最初はねそういう批判的な意味が強かったんで、海外で、そうなんですね、が多かったかっていうと、逆にそれじゃあお前らが言う RPG ってなんだよってところが、はい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 、でおそらくそれはまあそこもちゃんと調べてないんですけど、海外で西洋型の RPG って盛り上がったのって実は遅くて、うん、それこそオブリビオンとか、あ、そっからなんですね、いや、まあ、なかったわけじゃないけど、うん、本当にそのメジャー化したの、うん、あ、そうなんだ、うん、売れたのはそれぐらいなんで、結構本当遅いですね、うん、本当遅い、だから日本よりも遅い、だってそのそ、ね、僕が子供の頃それこそIGN とかそういうウェブサイト見た時、はいはい、RPG イコール JRPG だった、はい、そうだね、なんかほぼ、まあ、ほぼ売れるもんなかった、うん、そうなんだ、逆にその RPG は日本のジャンルというイメージ、なるほど、うん、あの海外のジャンルでいうと RPG 以上にやっぱシューターが圧倒的に人気だったし、はいはいはい、やっぱシューターとかアクションとかが人気なところ、 RPG 自体は日本のジャンルみたいなところがあって、でただオブリビオンとかフォールアウト3みたいな、うん、ちょっとあの変わったりというか海外でももう大ヒット飛ばして、うん、はい、でそれの差でもう JRPG が古いよねとか、あ、なるほど、なんかダサいよねみたいな扱いを受けてた部分がある、あ、うんうんうん、でそれが最初のなあの名前の起こり で、うん、その後もう一回日本の RPG みたいなのがあの海外に伝わった時はもうちょっとポジティブな意味でもやっぱり JRPG のファンがつくようになった、 そ、 うだ、ね、それがまあ始まりがどこっていうのは難しいけど、まあ影響力としてはペルソナあたりはすごい高いよね、ペルソナ、そう、どういう風に売れたもっていうところもそうだし、ファンが多い、3からとか海外で3と4、3、4、まあ、4の方が多いと思うけど、はいはいはい、まあ、じゃあ本当に最近の話ですね、それは最近の話で、最近のだから人たちはだから JRPG が好きだっていう外国いるじゃん、うんうん、いや全然、はい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 、でも俺は JRPG って呼び方嫌いだけどねそうなんですねそうそう、そういった場合じゃあね、あの要するに、まあ、スカイリムとかオブリビオンとかと、うんうん、まあ、日本の JRPG 何が違うのっていうところはまあ多分そこがあの作品の比較検討としては一番ふさわしいと思う、うん、スカイリムとかと、まあ、ドラクエとかファイナルファンタジー、うんうんうん、それってさ、なんかみんなそれなりに自分なりに多分あのイメージはできるんだけど、はい、言葉で説明しろって言われたら非常に難しいですね、で、まあ、つい最近やったやってますね、どうまあ一番の違いは自由度ですかね、では一本道ではない部分、うんうん、まあ、JRPG ももう丸々一本道ってことはないんですけど、あのスカイリムの、まあ、ゲームによってはそうなんですけど、うん、スカイリムのやっぱその選択性というかすごい比較的自由に動けるっていうのは一番大きな違いかな。でもそれは一つすごいあって、うん、そのロールプレイングっていうのは、はいはい、まあ直訳すると一つの役を演じるっていう、はい、でそれがその日本的な捉え方ではその既存の役を演じる、うんうんうん、であるのに対してどっちかっていうとスカイリム的なゲームでは自分が作り出した役を演じるという、そうですね、イメージが濃いのかな、うん、だからキャラクターメイキングがあるかどうかっていうどこでも、それも分かんないですから、ね、確かに、だから向こうの RPG って最初に言うとキャラメイクじゃん、キャラメイクですね、はいはいはい、男女選んで全部がそうじゃないけどね、ウィッチャー3とか違うでしょ、ウィッチャー3、まあ、ゲラルドが結構特殊な形だと思うけど、うん、基本的に向こうの RPG って大体キャラメイクが多い、ね、多いですね、そ、うん、でそれはあの理由ははっきりあって、そのもともと RPG ってジャンルが TRPG っていうか、まあ、向こうの場合はテーブルトークっていうけど、日本はテーブルトークなんだけど、テーブルトップ RPG から来てて、やっぱり紙で
シート作って自分のキャラクターを作るんだよ、うん、男女とか、うん、あとは種族が、まあ、エルフとか、まあ、大体その、うん、トルキンから来てるからホビットとか、はいはい、ドワーフとかを作ってあとはなんかサイコロ投げてステータス決めていくとか、うん、そういう作業があるからなんかその場合ってさ基本的になんかそうヒーローがもともといるっていうよりもなんかその世界の中の一つの住人として自分のキャラクターを作るって、うんうん、そこでねこれはあくまで一つの、一般化だけど全部がそれに当てはまるわけじゃないと思うんだけどその結果、うん基本的に妖芸の RPG はどちらかというとそのワールドにそうだね、フォーカスが当てられているのに対してその世界観とか、うん、その世界にどういう種族がいてどういう文化があってとか、うんうん、そうそれに対して日本の RPG はどちらかというとそこで生きる人々が演出する物語にどちらかというとフォーカスが割り当てられているのかなっていう感じ、まあ、端的に言うとキャラクターと演出面じゃないかな。こういうキャラクターがいてそうそう、まあ、で彼らがお互いにどういう人間関係があって、うんうん、どういう問題に直面しているのかというそっちをメインに持ってきてるんだよね、うん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 、だからどっちかというとそういう今井さんがよく言うことだけどそのドラクエとか多くの JRPG と呼ばれるものはあんまりその世界観がはっきりしない。そうなの。はっきりしないっていうか、まあ、密度が薄いんだよね、うん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 、要するにスカイリムとか行ったら部屋の中の本とかすごいその世界に書いてある。あ、はいはい、書いてありますね。ドラクエの本開くとダジャレがドラクエの本って堀井さんのネタが出てるわけでドラクエ世界についてあんまり深く知ることあんまない、ね、そうですね、ないですね。たまにねあったりする、はい、いやそんなにないね。いやそれはそう思う。確かにそうだ、うん、はいはい。でもその結果多分まあそうじゃない作品も多いけど例えば幻想水湖伝2とかみたいなゲームは、はい、すごくねその人間ドラマを描くことに成功してるなというのが一つの、まあ、日本の RPG の特徴なのかな、うまくいった場合は、うん、まあそりゃそうだね、うん、そこにフォーカスをしてるからね。だからそのあくまでその広い世界でいろんなその一人の個人のストーリーじゃなくて世界のストーリーを描いてるのが妖芸なのかな。だから僕は、まあ、これ RPG なのかっていう話とあとファンタジーが何なのかっていう話とちょっとね、うん、混乱するんだけど、はいはい、まあ、RPG ってやっぱファンタジーっていうそのもっと大きなジャンルの中のもんだと思うんだけどファンタジーに必要なことって個人的にはね、うん、まあ、日本の JRPG にやっぱりそれがあんまり足りないって思っちゃうのはその世界の信憑性歴史とか、はい、信憑性難しいな。信憑性っていうか世界の成り立ちとかつまりそういったものって基本的にゲームの世界には登場しないの。あ、少ないですね。そう、神様がいたとかいう話あるんだけど、はい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 、いろんなファンタジーとか RPG、まあ、ふわっとしてて全然出てこない。でも、はい、極端な話ドラクエって全ての街に行くじゃん、うん、全ての場所に行くじゃん、うんうん、行くね。で全ての人物に話すじゃん、うん、あれは逆に言うとファンタジーだとちょっとないの。普通の人間はそんなことできないから。逆に言うと世界が、まあ、コンパクトにできてることを、まあ、見せちゃってるから本当はファンタジーってもっと広がりを持たせてくれなかったら、まあ、個人的にはあんまり面白い感じがない。こんな場所があるんだけど行けないとなかなかそこに行けないみたいな。なんか昔こういう神様がいたんだけどでも見えないと。要するにストーリー上そこに行く必要はないような場所ももっと欲しいっていう感じ。そう欲しい、個人的には欲しい。あ、まあ、ただそういうものがみんな求めてるかっていうのはどちらかというとおかしくて、ね、うんうんうん、まあ、俺らからはファンタジー原理主義者的な発想、うん、指輪物語がやっぱり結局そうだったんですよ、はい、指輪物語って3冊で出てるんだけどあれ1冊でまとまってるんだけど分かんないですよ。あれ読んでも知らない単語とか出てくる、平気で言うんですよ、はい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 、昔なんとかのなんかアマンのなんとかがなんとかしてたとか言ってるんだけど、その話の中で全然その話出てこないんですね。で、なんだかっていうと一応トルキンの頭の中にはすごい歴史があって、うん、それがあった。あ、なるほど。それの設定があってそれから来てる。でもね、ドラクエ3は結構そういうところがある。そう、ドラクエ3と1、2の話はそれにちょっと近いものがある。だから俺はどういうわけかね、その結構スリーが好きな人多いじゃん、はいはいはい、俺はそうでもないんだよね。俺はやっぱりその世界のそのがどれぐらいうまく出来上がってて、うん、どれぐらい信憑性があるのか、うんうん、というよりはそこで主人公の身に何が起きるのかとか、はいはいはい、その辺の人間ドラマに、だからやっぱり、うんうん、まあ、極端な話5みたいなやつね、5は一番すごいです。俺の中で最強の JRPG のと言っても過言ではないぐらい。ちょっとね、物語の描写の仕方が違って、やっぱりよく言われるのは1とかもそうだけど、なんか話じゃなくてなんか竜王の城がすげえ近くに最初からあるところでなんか物語を説明してるじゃん。そうだね。そういった美学はやっぱ元々あったんだけどね、はいはいはい、あったけどどちらかというとストーリー側にシフトはしてる。あれはだから最初の3あたりまではどっちかというと
海外の RPG に通ずるものがあったの、うん、でそういう意味でさ、日本の RPG でダークソウルとかはもう完全に洋芸だよね、そういう意味では。そうだね、まあ、あの、もともとフロムソフトウェアはダークソウルじゃなくてもああいう設定を異常な設定中なところあるから、出てましたね、アーマードコアとかキングスとか。逆に、はいはい、キングスダークソウル JRPG って言われたら違和感あります？まあ、ありますね。みんな思ってないじゃん。思ってないよね、あれ JRPG じゃない、うん、JRPG やっぱ数字やり取りするイメージがすごい強い。あ、ウィンドウが出てみたいな、ターンベース、完成ターンベース。じゃあテイルズは JRPG ですか？グランディアも入んなくなっちゃうんですよね。そう。困ってしまう。困ってしまう。あの、今のはさ、主に世界観とか演出ストーリーの話だったじゃん、うん、はい、その面と多分システムの面は別で、うん、システムはシステムで、はい、なんか JRPG らしさと、まあ、西洋の RPG はちょっと違うけど、でもじゃあ何ですか、システムやっぱ単成じゃない、いや だからテイルズはどうなの、だからそうなんですよね、前の FF テイルズは単成じゃないけど、テイルズはあのなんか謎のバトルシステムじゃん、あれでもちょっと格ゲーっぽくしてるから、なんかアクションゲームとしては日本っぽいくわ、まあそうです、アクション先週言ってた画面遷移が多分大きいと思うんですよね、あ、テイルズは特にその部分は強い、要するにフィールドからのそうバトルに入ったと、FF15 ないぞ、ないですね、JRPG じゃないってこと、 JRPG じゃないの、 FF15 はこの髪の毛あたりだけ残ってるんだよ、あ、クラウドみたいな、そうそう、そんなだけ残ってて、でもあれは俺はプレイしてて、JRPG というものが存在するとならば、それに当てはまる気持ちになるけどね、プレイしてると。だからそれだ、多分ゲーム性というよりもその世界観とか設定でしょ、設定がね、うん、だってあんな車であんなところで動き回るゲームじゃない、ね、でちゃんとバトルとか特定人物が現れるとその人物のモチーフとなった音楽が鳴るしさ、はいはい、そこも結構演出的に日本的だよ、ね、日本的だよね、うん、まあまあ、でもそれでもだいぶさやっぱミクシャーされてるよね、ミクシャーさ、だから、うん、まあかなりだからあの洋物の RPG から影響を受けた日本の RPG であるということになるのかね、うん、なんかさっきあの RPG の話なんかしなかったっけ、グランディア、グランディア、グランディアはまあ典型例に選ぶにはちょっとね、ま、マイナーな部分があるけど、どうだろう、俺今なんか考えたんだよね、そう、もしさゼルダが海外のゲームだったら RPG って呼ばれてたんじゃないかって気がする、それはないと思うけど、なんでやっぱアクションアクションアドベンチャー、じゃあウィッチャーとどう違うの、今回のゼルダ、ウィッチャーは RPG って言われる、まあ、今回のブレスオブワイルド、今回のそんなに大きな差はないと思う、ないでしょ、ウィッチャーとは、まあ、3とはね、まあ、ただ、うん、まあ基本的にはあれはなんで RPG じゃないの、まあ、RPG でもいいと思うけど、ね、あの、うん、RPG らしさのもう一つのあのシステム面でのところで成長が、成長要素がめっちゃあるよ、すごい豊富かっていうのはあるよ、ゼルダはでも成長要素結構豊富、昔からだってそのとあのダンジョン一つクリアすると必ずハートの器がもらえて、一つ一つの場所で新しいアイテムを入手して、それで今まで倒せなかった敵を倒せるようになって、いやでもそれちょっと違うんだよ、 RPG のなんか成長要素、でも体力が文字通り増えるんだよ、いやでも違うんだよ、もっとステータスのステータスがこう増えてくる感じ、ね、力とか新しいの増えるんじゃなくて増加していく、だからそれはもう完全にテーブルトップ RPG の要素で、うんうんうん、あってことで、もっと言えばあとスキルツリーみたいなものとか、あ、はい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 、だからゼルダ のゼルダ成長しないゲームじゃないんだけど、うん、成長するんだけど成長の仕方がちょっと違う、うん、だいぶそうですね、ウィッチャーとかやっぱステータスが細かくある、ありますね、なるほど、うんうん、そこが一つのじゃあ RPG であるか否かの、そう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 、極めて大きなポイントになるのかね、うん、システム面ではやっぱそうだよね、うんうんうん、ただそれは日本の RPG も海外の RPG も同じだ、同じでしょ、うん、 そうだね、それはなぜかっていうと、やっぱり堀井雄二とかもそのもともとウィザードリーとか、ね、ウィザードリーとかから言うアルティマとか、そうだね、アルウィティマとか、ね、だから一つの RPG の世界共通の概念としてはそういう成長で、その細かいステータスが存在するというのが一つの RPG であるか否かのかなり重要な部分だとは思う、でもその自由に触れなくてもそのレベル上がるタイミングでパラメータパッと増えたりするから、そういった部分の RPG ってなんかそれはすごい定着してますよね、はいはいはい、日本でもね、うん、日本でもそうだ ね、うん、そうだね、なるほど、そこがね、ダークソウルもしっかりとあるしね、そ そうですね、うんうん、まあその捨て振りができる場合はさ、それをどうするかによって、まあ、キャラクターをやっぱり成長させる、うんうん、どういう風に成長させるのか、でそこはやっぱり最初のキャラメイクと一緒な楽しみだ、うんうん、ああ、はいはい、これあんま好きじゃないんだけど、あ、そうなんですね、もうもっと言えば装備する選ぶのめんどくさくてやる、へえ意外だ、ちょっと俺もでもそれは分かる、なんかさあれ選択するのすごい楽しみなんですよね、楽しいのも分かるけど、なんか
あのね、なんか俺バカだからさ、なんかそんな絶対このやり方効率悪いよなと思いながらやっちゃうのがちょっとね、なんか嫌で。でもクラブさんはすごい、うん、あの脳筋プレイするんじゃない の、 あの力とかに力マックスそうなのかな、なんで 俺そんなイメージ。いや、わかんないけど、いや例えばね、俺はすごい逆に均等に負ける。ああそうだ、ね、それ器用貧乏でダメなタイプですね。そう僕絶対素早さに振ります。素早さ、素早さです、はい、ゲームによるけど、素早さゲームによるけど、ゲームによる選択肢増えるけど、でも綺麗に分けるとあんまり良くないって。あんま良くないですね、基本的に。何も貧乏に、うん、俺はそこで優柔不断になっちゃうんだよね。 なんかあれもやりたい、これもやりたいというか、なんかやらなきゃダメなんだろうなみたいな。そこでやっぱりその自動的に全部綺麗に上げてくれた方が安心してる。それも含めて JRPG の楽みたいな。あ、それあるかもね。それは楽。だってそのビルドっていうかさ、いわゆるさ武器とか装備とかスキルツリーっていうのは基本的にはあの海外 RPG の方が多いじゃん。そうですね。だから俺 FF とかのスキルツリーも結構後回しにするす。あ、そうなんですね。スキルツリーもまあ面倒くさいよな。FF とかも。FF って後回し。全然後回し。大変ですねじゃあ。敵が倒せなくなるまで何もしないで。マジか。倒せないなってそこでプレイ始める。なんか縛りプレイみたいな。俺もそんな感じだ。だってさ、そうした方が効率よく触れるじゃん。こいつ倒すためにはこれが足りてねえなって思って。それ知ってからとかね。そう。逆にその苦難を知ってからその。なんかね、威力をする。逆にでも僕はそれ RPG でそのビルドを考えるのめんどくさくて嫌なんだけど、うんうん、ただそれが楽しいっていうのは分かって、分かる。あの RPG 本当に好きな人って、うん、もうゲームプレイしながら捨てフリーでずっと楽しんでるね、うん、あディアブロとかそうですね。そうディアブロ3僕ずっとそうでした。ずっと見てて、見ててこれとそう、このエンチャントアイテムを、はい、エンチャントつけてそしたら全ての体制がパズル、いわゆる体制パズル、はいはいはい、パズルですね、はい、それが好きな人っているじゃん。でも俺そこまでやるんだったらはっきり言ってプレイがめんどくさいから全部オートでやる。あ確かにオート入れるという手ですよね、うん、それは面白いと思います。なんか その、うん、そこが戦略的に面白いゲームのコアだったらどっちかにしてくれよと。そこでもあのファンタジースターというゲーム良かったんだよね。ああその戦闘で、はいはいはい、マクロが作れる、はい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 、だからそのこの敵にはこのパターンという一つのパターンを作って、うん、複数のパターンが作れて、うん、自動にしながらもそこに戦略性があるみたいな。じゃあ FF12 だ。ああガンビット、ガンビットそうですね。はいはい、まあ、いくつかある、まあ、あともっと極端なカルネージハートみたいなシステムで、ね、AI のそのスキルみたいなのをこうやってつなげていて相手に対してこういう行動するみたいな、うんはいはいはい、それっていうのはゲームはあるけど、うんうん、それでもだからそういう意味でさ、俺すごい純粋な意味でRPG 好きじゃないんじゃないかなって思う。そうかな。まさかの。たまたま自己否定。いやドラクエとかあの幻想水溝とか、はいはい、エターナルが大好きな、僕の最も大好きなゲームの多くは RPG であるんだけど、はい、それはその RPG の本質が面白いからっていうよりそこに演出されている世界観だとか、はいはい、ストーリーが面白い。極端なのし、なんか戦闘なくてもいいとか言ってるよね。俺はそうだ。そうなんだ。なるほど。だったらそうなんじゃない。そうだよね、多分。そうなんじゃないかと思ってる。なるほど。僕は戦闘が好きなので。あ本当ですか。僕も結構そっちの佐賀みたいな。ああ佐賀、ね。佐賀どの佐賀、僕さっきラストレムナント上げるか迷いました、ね。ああラストレムナント面白かったな。あれはいつのやつ？あれはだいぶ前です。だいぶ前。360の出て。スクエニの、はいはい。そんな前じゃないじゃん。あそんな前じゃない。そうだ。まあ、でも結構前だと思うよ。78入れ渡ってますよ。でも佐賀って聞くとどうしてもスーファミとかのイメージが。まあそれはそうですね。佐賀はもっと古いけど。もっと。まあ、僕もロマンシングサガがさ一番ベストさ上げてたね、上げてるけど、それはなぜが好きかっていうと、ロマンシングサガがさっき言った僕の好きな RPG の要素をやっぱり全部持ってて、一つは世界が閉じてない、はいはい、もう一つはシステムがちゃんとしてて、まあ捨て振りめんどくさいっていうか、その装備は意外とめんどくさいんだけど戦闘が結構シビアで楽しい、この2つがあると嬉しいね、うんうん、これ戦闘で一番大事な要素は何だか、何だと思うか知ってます？わかんない、わかんない。 BGM、BGM か。でも一番は優先じゃん。一番なん俺の中ではよ、俺はその戦闘を最後まで耐えられるかどうかは戦闘 BGM に寄ってくる。重要では、まあ、重要ですね、はいはい、一番効きますからね。パンツイッチョでさ、カップラーメン食いながらそれでもヒーローの気分になれるのはあの壮大な BGM があるからじゃないかっていう気がするよ。まあそれだとやっぱり、やっぱ洋 RPG よりも日本の方がいいよね。そうですね、そうか、あんまり BGM はないのか。そうです、変わんない、変わんない、あんま変わんないです。ただやっぱり日本の RPG でも向こうのその戦闘システムはやっぱアクション性がより高いから、どっちかっていうとそのアクションが面白ければもっと気軽に楽しめるのかな。ターンベースだったらそのなんかその音楽がクソだったらさ、苦痛でしょ。苦痛だよね、うん、そうですね、確かに苦痛ですね苦痛でしょ、うん、苦
通。ボス戦だけ楽しい RPG のターンベースはすごい。あ、ボス戦ってやっぱ考えるじゃん。考えます考えます。そう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 。こんなところですか RPG トークは。そうだね。まあなんか言い残したこととか。これを言わないで僕は今日帰れないんだみたいな。バルダーズゲートは気になってたよ。バルダーズずっとだから海外の JRPG JRPG って言うけど、実際その JRPG に対応する RPG って何なのってみんなあんまり知らないって、はいはい、分かんないじゃん、うん、で、まあ、さっき言ったフォールアウトとかいわゆるオープンワールドワールドなる以前の両 RPG って何だったかっていうと、うん、多分、うん、ディアブロとか、うんうんなんだよ、うんうん、でそういう見下ろし型のやつ、はい、で、まあ、その元祖がバルダーズゲートとかなんだけど、はい、まあ、フォールアウトの昔のやつもそうなんだけど、まあ、そこら辺の作品って日本だと相当マイナーだし、まあ、海外でもマイナーなんだけど、うんマイナーですよね、最近だって復活してきてる、はいはいはい、いくつかのタイトルがあの復活したりあの精神的あの後継作みたいな、はい、あの出ててあれでしょあのバルダーズゲートオブリビオンの流れ組んでんだよね確か違ったっけ世界観とかエルダースクローズ関係あるってことじゃなかったっけ？いや関係ないですよ。全く関係ない。関係ないです。あそう、うん。ニューベガスに関わってるところじゃなくて。ニューベガスはオブシディアンってことでしょ？うん、だからデベロッパーは同じです。うん、あのフォールアウトのデベロッパーと。うん、なんか実はあの宣伝になるけど、あの来週っていうか今週？来週？今週あ今週じゃないですか？今週か。うん、今週日曜って。ああれね。はいはいはい。あのゲームチェンジャーという番組の方でバルザーズゲートとフォールアウトの話が出るんで、それを見てくればわかります。これ超おすすめです。すごく手すごい楽しいですこれ。あのなん。あの2つのゲームが実はたまたま同じところで作ってたそ う,、ね、そうなんですよ ね, ね、うん、あれ見て勝手に作ってたらしいどっちかがへえ あそうだどっちか勝手に作ってて、フォールアウトを勝手に作ってたんですよ、まあ、詳しくはそうビデオ見てくださ い, そ, うそ, うださいその字幕作るすげえ楽しかったなてなわけでコメント入りますか今週のはいコメント、はいはい、じゃあコメントコーナーいきまーすはーいよいしょ僕が渡しますねなな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 なじゃあさんにはいはい、はい、読みます、はいはいラテラテさん最近はスマホゲーのアニメ化が相次いでますがこのゲームをアニメにしてほしいという作品、はい、これはいい質問ゲームアニメシンムなんでもシンムいやでもこれは本当でもシンムはストーリー性がきちんとしてて、はいはい、あのどういうアニメなの実写とかじゃなくアニメなんですかアニメなんですね実写でいいんじゃないやアニメアニメなんだ実写 3D バーチャファイターのアニメみたいな感じバーチャファイターでもあの前さストリートファイターのアニメシリーズで V っていうのあったの知ってます V なんかアニメあったの知ってます、うん、アニメあったアニメいろいろあったんだけど、はいはい、あの結構地味なリアルな設定のストリートファイターの V っていうアニメがあったんだけど、あんな感じでシェンム作ったらすごいねあの現実世界舞台で冒険心をくすぐるアニメできるんじゃないかと思います、はい、他難しい僕クロノトリガーとかああれ、まあ、鳥山明の絵だからさ、まあ、アニメ化に超向いてるなと思って、ね、まあいいからね、うん、俺ははっきりあるわあれだスカルガールズああスカルガールズいいですね、まあ、ほとんどアニメカートゥーンですねスカルガールズをアニメにしてスカルガールズあの格闘ゲームですね俺はあの制作会社まで決めたからトリガーですあいいですねトリガーあの完璧じゃないですかキルラキル キルラキルあのテンションでスカルガールズアニメいいですね面白い決まってるじゃん面白いですね絶対はいなんかある柴さんないなまあ、さっき言ったグランディア、ね、さっき言ったアタモブガーナの館は一つありますけどぶっちゃけワンチャンありそうだねうんまあ見たい。面白いから。声も乗ってますからねもうすでに。ドラマ CD とか出てるんですよ。そう声優もいますから、うんうん。それこそオーバーウォッチとかも。まあオーバーウォッチはねまあそれはいずれになるんじゃないか。してますけどねなんかちょこちょこ海外でね海外でね。キャンペーン作ってるしね。うん、作ってるし。はい。破れちゃった。UV26 さん。どうも。あじゃあ UV さん。はい。こんにちは。まだ未発表の日程ドスイッチで発売してほしいソフトがあれば。未発表。なんか何でもいい、これ出てほしい。これ出てほしい。前言った気がするそれ。言ったかな。うん、マザー4って言った気が。あじゃあマザーとか。あいましたね。難しい。じゃあもうメトロイドでいい。メトロイド。メトロイド新作。みんなやってるよ。あ、うん、プライムのメトロイドだし。あプライムいいですね。まあ俺は、うん、あのオリジナルの。オリジナルの方。いや、うん、あのだからあの消されちゃったあのインディーゲーでいい。ああ。マザーマザー帰ってきたやつ。ああ。ノイツさんは。僕なんだろうな僕はマリオサンシャイン系の欲しいなと思ってギャラクシーギャラクシー出るんですけどオデッセイかなんか相手だいぶ違うよねサンシャインとは
まあ、いや海がいいの。そう。わかりやすい。海行きたいな。そうって。そのうち HD にしてくれそう。オールボーイもスイッチでやりたいな。あ、オールボーイ、ね。オールボーイスイッチでやる。はい、行きますよ。はい。しげおんさん、しげおんさん、こんにちは。日本のゲーム業界はコンソールがスマホにあっされていますが、今後日本のゲーム業界はどうなると思いますか。私はスマホゲームのデイリーイベント系に疲れたユーザーが買い切り方が多くなり、そこでゲームの楽しみを知った人がコンソール機に来てくれるとこんな感じになったらいいなと思ってます。うんうん、いや なったりなとは思います。楽観的 な, いいな楽観的なコンシューマーもね、なかなかデイリー入れたりしてる。 ありますよね、ありますよね、フォーラーみたいな、はいはいはい、ありますよね。まあそうだね、うん、なかなか圧倒的に母数が違うからな。10年後あ、はい、10年後は想像できないな。携帯でコンシューマーのゲームできればベストだよまあ、でも多分そうなっていくんじゃないかな。できてもおかしくない気はしますよね。だからそれこそさ、今スイッチでさ、はい、コントローラーつけられるじゃん、うん、あれ、ああいう感じで、あのそういうのをスマホで発明すれば、いや、あるんで、あるよ、ありますよね、すでに、うん、あるよね、あるけど、はいはい、ある。俺はだから結局スマートフォンのプラットフォームって一応にゲームマシンとして十分楽しいし、実際使えるしスペックも高いし、うん、できるんだけど、でもさ全然ダメじゃん、なんか流行ないじゃん、ゲームらしいゲーム誰もやんないじゃん、うん、なんでかっていうと結局マーケットがなんかそういうの良くないから、あのストアの問題、ストアの問題。そうなんですね、やっぱ。いや、それはあるか、感覚で言うと、やっぱり有料ランキングは全然売れないし、まあ、無料ばっか増えて、みんな無料しか手出さなくなる。マーケットに問題があるんだね。無料と有料分けて、なんかアップストアじゃなくて、なんかその例えば任天堂がねそこだけで販売するとかね、やればまあすごく変わると思う、うん、ね、スマートフォンプラットフォームは、うんうん。まあ、とはいえそのコンソールにどれぐらい人が来るかって話だよね、うん、帰ってくるか、帰ってくるか、なかなか難しい、難しいですよね。海外ってどうなんですかね。海外コンソールめっちゃ売れてる、めっちゃ売れてますよね。個人的には理由としてはやっぱり住環境だと思う広いから、まあ、それは大きいよね、広いから。俺もだから今さっきさ、ディゾナーとかスイッチで欲しいって言ったのは、うん、別に俺はスイッチというゲーム機に執着があるんじゃなくて、その自由にさ、そのいつでもモニター使えるわけじゃないから、うん、やっぱその移動中とか、はいはい、家でその寝る前とかにできたらいいなっていうことで、うんうん、やっぱりその日本という環境は、だからそれモニターがないっていう以前に部屋がないって感じになるじゃん。部屋がない、一人でプレイできる、まあ、だからそういった問題はあるよね。なるほど、うん、だからコンソールもあのモニターをコンソールもつけちゃう。そうそう、まあ、それはたまにありますよね。たまに改造して、ね、改造して作ったりとかありますもんね。そうそう、そういう方向でもう持ち上げてる。あるいはあれじゃん、そのなんていうんだっけ、壁にこうその壁をモニターにプロジェクター、プロジェクター的な、そのスイッチがそれをできるようになったらさ、あるいはスマホとかです、ね、ちょっと遅延が気になる。いや、それはだから技術が少し進化すれば、はいはいはい、進んだ時に、まあ、プロジェクターって確かに一つ。でももう一回日本でそのモニターを見たコンシューマーゲーム機がメインとなることはないと思います。ない、うん、機関的だね。でも、うん、だからその携帯ゲーム文化が今後もそのスイッチとかでもそうだし、あのスマホでも進化し続けていくんじゃないかと。それはその場合はコンシューマーって言ったらスイッチはあのハンドヘルドってこと。そうだ、据え置きと、据え置きがもうだからメインになることはないと思う。ああ、なるほどね。ただまあその場合結局メインって何なのって問題で、売り上げなのか何なのかってこと、売り上げだったらやっぱスマートフォンが圧倒的になっちゃうわけだけど、うんうん、そういうもんじゃないんじゃないかな、うん、基本的には、まあ、要するに話題の中心が何なのか、まあ、話題の中心で言えば、ね、十分やってる方じゃん。我々にとっては話題の中心だよ。そうですね。だってまあ去年とかだってさ、まあなんだかんだ言って FF15 とかさ、やっぱ相当出ましたし、トリコも出たし、ゼルダとかもやっぱりさ、うん、そうそうそう、普段やってない人でもさ、ゼルダすごいんでしょみたいなイメージ、うん、それこそスイッチすごい売れてるし、うん、話題になってるし。だからスイッチが売れてるのはそういう機器でありながら携帯ゲーム機でもあるからだと思う。確かにそれは確かにそうですね、うんうん、はいはい、はい、はい、007ジェームズさん、どうも、もう誰か聞いたかもしれませんが、皆さんの好きな映画を教えてください。誰も聞いてない。映画か。いや、みんな書いたからね、名前も確かに、ね、まあ、あれと一緒でもいいからパッと答えてください。どうぞ誰か。でもまだ聞いてないじゃないですか。あ、千葉さんの僕映画見ないんですよね。ああそうだ、映画見ない、まあ、見られない、見なきゃダメだよ。スターウォーズとりあえず全部見ろって言われて。スターウォーズ見てないとか言ってるから何言ってるの。比べて一緒やねんから。そんなやつ役に立たねえ。アレルギーとかじゃないんで。俺昨日、あ、土曜だったか、はい、その
すげえ複雑なさスターウォーズの考察記事を翻訳しなきゃいけなくて大変ですねちゃんと読めばヨーダって誰やとか思いながら、そっからヨーダから言い過ぎだけど、それはまあ普通に見ればいいんですよ。いや大変だったよ。まあそれはそれとして、うん、僕は結構映画はね見ないわけじゃないですよ。結構見るんだけど、うん、ゲームだったらこのゲーム大好きってすぐ言えるのに対して、映画ってなんかいろいろこれもまあいいよねっていう。いや 10番以内に入るやつを一つ言えば、1個パッと思いますね。じゃあカモメ食堂で。カモメ食堂、日本の映画です。日本の映画ですね。僕はアクション映画嫌いなんです。あ、なるほど。ドラマ系の映画です。あと最近見たエレジーっていう映画面白い。エレジー、エレジ ー, エレジー、大学教授が若い女性と付き合う話。へー、ね、どこの映画？それアメリカですね。アメリカ、はい、はいはい。他は？僕スターフォースですスターフォースのどれ？僕エピソード4からのやつですかね。ああ、やっぱバンチ、ね、普通のね、普通じゃん、オリジンの方ですオリジンか、はい、はいはい、今井さん。あ、俺か。俺はもともと最初の記事では、予言者っていうちょっとマニアックな映画を書いたけど、それ以外で言うと変わったユーゴスラビアの映画で、アンダーワールドっていう映画が、アンダーワールド、うん、これはユーゴスラビアの政治っていうか、その歴史を踏まえた、なんだろうな、カーニバルなような映画だね。まあともかくともかく すごい映画です。うん、もうどんちゃん騒ぎが2時間半ぐらいあるんだけど、その中に間ユーゴスラビアが占領されて、戦争終わって独立して、ぶっ活されて、さらに戦争するっていう、すごいすごいですね。すごい、カーニバルしてる間に、ちょうどそれ撮った時がユーゴスラビア紛争で、その、NATO 軍の空爆があった時代だから、もう本当にリアリティがある。うーん、面白いよね。そうそうそう、あの当時の歴史映像、その時ユーゴスラビア、その戦後独立してからティトーっていうね、有名なね首相が、はい、独裁してたんだけど、はいはい、ティトーがこうやって普通に映像してるのと、役者がこうやって一緒に演技してるフリスとか、歴史映像とレアすごい、すごい映像ですね。そういうなんかコミカルなこともちょっと見たいかも、うん、はい、はい、次です。SSDM さん、はい、こんにちは、いつも楽しく見ています。皆さんが最も印象に残っている好きなゲームキャラクターは誰ですか、何ですか？この方は、しずえちゃん、動物の森のしずえちゃん、うん、分かる、かわいいよね。かわいい、確かに高い。なんだ、最も、まあ、最もって難しいな、これ人男女、人外問わず印象に残ってるですもんね。そうそうそう、嫌なキャラでもいいよ。ね、僕結構共通してるのが、人間じゃなくて AI とか、そういうキャラクター好きで、ポータルでいうとグラードスとか、ボーダーランズでいうとクラップトラップとか、あの辺がすごい好きですね。可愛いし、グラードスクラスが可愛い。グラードスはでもチャーミングですよ。可愛いから、チャーミングですよね。チャーミングです。って言わないと、言わないとやめる。なんかある？ちょっと先に言って。ハイゼンっていう、まあ、AI キャラクターですもん。また AI じゃん。可愛いんですよ。何に出てくるんだっけ？これイベントゼロっていう。イベントゼロ。キーボードで入力するゲームなんですけど。会話するんです、カイゼンちゃんと。あ、いいですね、 AI と会話するの楽しそう。もう全員 AI じゃん。AI キャラしか答えない。今井さんは？俺は AI じゃなくて、ね、なんか思いついてたけど、あいつだよ、あいつ、ドイツ、名前が忘れてたんだけど、どのゲームの、ライフイズストレンジに出てくるあのスケーター。あ、ジャスティン、ジャスティン、ジャスティン、ね、声を含めてでしょ。ジャスティンっていうやつだって。声含めて、お前気だるい感じのマックス、マックス、うん、放課後一緒になったから行こうね。声でしょ。どれだっけそれ。なんかメガネかけておしゃれなスケーターの、あ、忘れたな、忘れちゃったんですよ。レイとかサブとかじゃないもんだって。ちょっとかなり脇のね、脇役だから超ジャスティンいいんだよ。印象がね、いつもまあなんかそのマリファナ吸ってるような喋り方で、じゃ決めてる感じのね、決まってんの。ガンギマリジャスティンですよ。ガンギマリジャスティン。全く俺そいつ完全に全然出てこない。やったけど。いや、あれは印象残ったけど。確かに印象残ってる。印象残ったという。あの声優のこと忘れないもん。忘れない。俺も考えました。ムジュラの仮面のポストマン。ポストマン、いいキャラクターですね。ムジュラの仮面は変なやついっぱい出てくるからな。あのポストマンの何がいいかというと、すごいね、勤勉に働くんですよ。本当それこそ日本のサラリーマンみたいに、その仕事が全てだみたいな感じの考え方の人で、その月がさ、その落ちてくるんだ、世界がもう少しもうすぐなくなるんだけど、ね、そこでも彼は一生懸命に働いてて、何もなかったようなふりをするんだけど、その彼の部屋に入ってね、
それ見ると彼が自分自身に宛てた手紙があるんですよ。でそこで彼が自分に語りかけて、お前は何一生懸命働いてるんだ、まずは自分の安心だろう、早く逃げろみたいな、自分に宛てて書いてるのが、本当は彼もそのちゃんと分かってるんだけど、うん、それでも仕事に夢中になっ て、そこすごい深い面白いですね。あのゲームを体現してるキャラだと思います。そう、そうだよね、時間内にいつも決まった場所に動いてってっていう。必死にさ街走りながらさ、そうそう、走何もなかったようなふりするんだが、その家の中に入ると実はみたいな。 あれすごいよ、面白い、はい、あこれ最後です。これ今井さん当てですね。あこれですか、はい、だいぶ前に投稿してくれたんで今更なんですけど、リナ小沢さん、今井さんがおっしゃってたのはハイパーそうめんってゲームですか。超今更、何の話だったかっこれ何の話してたっけ、何でしたっけ、人生で初めてやったゲームだ、僕はだから MSSSX っ子だったから、うん、そのコナミのゲームをやってたって話なんだけど、コナミのねそのゲームパックみたいなのあって、うんうん、複数のゲーム入って、その中でそうめん食うゲームがあったっていうこれだけの情報で当ててくれて、実際にこのハイパーそうめんでした。名探偵ですね、やっぱり、うん、すごいですっていうことで、僕は小島宛てに、小島監督宛てにハイパーそうめんを楽しかったですって書いておきます。 HD リメイクお願いしますフル HD リメイク。今日暑いしそうめん食べたいですね。そうですね、そうめん日和、そうめん日和、餅が入ってると危ない。そう、餅が出てきて餅を食っちゃうとスタンする、スタンするっていう。そうめんを3つ落としたらアウトみたいな。食べ物を粗末にするのは、ね、リアルですね。どんどん速くなってくるぞスピードは。これだからね、なんかその矢印だけでやるゲームだったんだけど、どうしてそのそうめんを思いついたかっていうところにその日本人の差が出ててその点さ、あのインベーダー作った人とかってそのあのなんていうかな、グローバルマインドを持ってる。確かに、まあ、そうめんじゃハイパーそうめん絶対に海外じゃ売れないから、分かんない、分かんないね、確かに。そういった意味で、でも逆にそのあの白い塊はなんだっていう、あの白いなんか線みたいななっちゃうからなんで流れてくるそう、それ全然説明はなかった、うん、なるほど。なんで確かにそう思うとグローバルかどうかっていうのは大きいね。当時のコナミのゲームはいろいろやったんで思い出に残ってます。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、以上です。今日そんなところでしょうか、うん、はい、ではもうね、あの来週からはずっとこのメンバーでもダニエルさんが帰ってこない暗殺終わんないとね、この辺に化けてるそう、 まず今 ね暗殺計画がいつまで続くか、うん、続くのか、うん、もう帰ってきたってことは実行されたってことそうなっちゃう、あそういうことそうなっちゃう、世界の要人が大変か誰か倒されてというわけで、今日はこんなところにしたいと思います、はい、皆さんまたおやすみなさい、はい、バイバイ、バイバ